みです。ピンクラテ TV 始まるよ、イエーイ。はい、本日の企画は初めてのメイク講座です。はい、夏休みにもあとちょっとで入ったり、夏といえばいろんなイベントがあって、みんな可愛いお顔でお出かけしたいって思う子も多いと思うんですけど、メイはもうかれこれメイクを始めて5年くらい経つので、5年って言ってもまだまだなんですけど、私なりにいっぱい研究してきたそんなメイク方法を皆さんにご紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあ早速紹介していくんですけど、今ベースメイクとカラコンをしてあります。もうつけてるんですけど紹介します。使ったもの、ベースに使ったのは下地に日焼け止めを使って、ファンデーションがティルティルの赤です。赤にもなんか明るさが3段階くらいあって、多分2番目くらいに明るい色なんですけど、ちょっとこれが何色なのか私にはわからない、ちょっと英語すぎて。これをまずベースに塗った後に、クマとか、私はちょっと肌荒れが結構しやすいタイプなので、この2つで隠してます。レブロンのフォトレディコンシーラー04番、これはこういうなんかちょっとカチカチするタイプで、結構すごいカバー力があっておすすめです。こっちがなんていうんですか、水クリームクリームタイプのコンシーラーです。カバー力がすごくて、これもまた伸ばすと本当に勝手に結果あるじゃないですか。いい感じに消えます。あ、これはルナロングラスティングコンシーラーフィット02番ベージュ、本当にこの2つおすすめ。パウダーですね、これはみんな結構使ってる人も多いと思うんですけど、モンセガムミネラルパウダー、イニストリーのやつです。ずっともう本当にこれは中学校1年生から使ってて、学校とかに行く時も日焼け止めの塗ってるとベタベタになっちゃうんで、その上から重ねてパウダーしたりして毎日のように使ってます。肌にこう直接塗り広げたりするものは、自分の肌いろいろあるから、混合肌とか脂性肌とかそういうのに合わせてよく調べて買った方がいいかなと思います。チークもしてます。チークはマックのやつです。あんま見えないんで色はわかんないんですけど、これは何だろう、洋服がピンクとかじゃない、オレンジとか茶色とかガーリー系の洋服じゃない日はこっちを使ってます。他の洋服はピンク系のにしたりして、とね、多分自己分析なんですけど、で多分家で春なのでもってこいの色なんじゃないかと思って使ってます。パーソナルカラーとかもあるので、自分がどのパーソナルカラーなのか知ってから自分に合った色味を買ってみると、多分ある程度あんまりメイクの知識がなくてもそれっぽくなります。でシェーディング、鼻だけ入れてるんですけど、ユアルグラムのアイブロウパウダーで描いてるんですけど、ピンクブラウンだと肌に馴染んでくれてあんま浮いた感じが出ないのでこれを使ってます。これは付属のチップでささって描くんですけど、注意で人の鼻の形によるんですけど、私はシュッてちゃんと見せたいので、眉毛のここから目頭のあたりまで三角にこう入れるんですよ。まずで入れた後にこっから下だけ描いてます。なんかこっからピーって引いちゃうと鼻がすごく長く見えて中顔面が大きく見えちゃうので、今ベースメイクは紹介したので次はアイメイクとかを実践してやっていきたいと思います。アイメイクはまず眉毛からやってます。いつも眉毛でバランス取った後にアイシャドウとかやってるので、眉毛からやっていきたいと思います。眉毛はまずキスミーヘビーローテーションカラーリングアイブロウ03番アッシュブラウン使ってます。眉毛は黒ってよりちょっと抜け感のある色、茶色っぽい感じの方が垢抜けて見えたりするし、あと茶色の方が可愛いので私はこれを使ってます。もう全体にササササってやります。これだと薄すぎるっていうかちょっと不自然なので、髪の毛の色と統一感が出てなくて、さっき出てきたこちらユアルグラムのピンクブラウン、これを一旦ピンクとブラウンちょっと混ぜ気味で塗った上からまた重ねていきます。
したら眉毛の存在感を抹消していくので、一番上の一番明るい色を軽く全体につけすぎると白くなっちゃうので、軽く毛の向きとかを最後に整えて、はい、眉毛は終わりました。次はアイメイクをしていきたいと思います。1回で5種類使ってますね。いつもめっちゃ使うんですけど、これはケイトのエレクトリックショックアイズ OR1 番、これキラキラ系で、これがリンメルショコラスイートアイズ022番、これはお気に入りでもう2年くらい使ってる、リピートしてます。でこちらはロン&です。どっちもで裏はちょっと韓国語なので読みませんね。バナナタンさんにお誕生日にいただきました。リンメ ID5 カラーパレット、なんかゆるふわ癒され女子風メイクみたいな書いてあります。めっちゃ使える5色が入ってて、最近ずっと愛用してます。この5つを使って目に色を塗っていきます。さっき言った通り、メイは自称イエベハルなので、それに合った感じの色味を取っていくんですけど、まずクマがねちょっとあるので、さっきベースメイクの時にコンシーラーで軽くやったんですけど、また上から重ねるようにして塗っていきます。使うのはロム&のこのここです。ここで軽く筆にとって軽く消したら、アイホールに今日のお洋服的にレンジ系を使いたいので、一番ここの端っこのオレンジっぽい色を全体にまず塗ります。みんな多分なりたい顔があると分かりやすく、ウサギ顔とか犬顔猫顔タヌキ顔爬虫類系とかあると思うんで、そういうの参考にすると近道になるかもしれない。真ん中のこのちょっと赤っぽい色を塗ります。赤っぽい色とかってすごい涙袋にも使えるんですけど、これも注意で、あんま濃く入れるとまた系統の違ったメイクになっちゃう。地雷系とか赤系は使うとき、ちょっと限度を考えながら塗るといいと。はい、そしたら、また同じ色を涙袋に薄く塗ります。はい、こんな感じ。で、そしたら、シミ色っていうのかな、ちょっと濃い色って、目尻側に塗るのが無難な気がしてて、あんまり濃い色を目頭とか、目の真ん中とか、涙袋に入れちゃうと、なんか浮いて見えるっていうか、ちょっと濃いめの色は、絶対に目尻側に入れてます。次はこちらのブラウンを使います。目尻に薄く重ねます。また同じここのブラウンを涙袋の内側外側の目の際ちょっと囲む感じで、違いはわかるかなって思うんですけど、なんかこっちの方がタヌキ感あるでしょ。こんな感じで両目涙袋の下に入れました。でこれだとなんかちょっとまだ濃いのでぼかします、指で。はい、そしたら涙袋この色を全体に薄く塗ります。涙袋にケイトのキラキラをのせます。これ気持ち程度にしかつかないので、このロム&のシルバーのかな、ラメを涙袋の黒目の下あたりにちょんちょんってのせて軽く広げます。目のこの上の方にも輝きが欲しいので、こちらのロム&のゴールドのラメですね、ラメをこれもまた黒目の上に塗ります。はい、こんな感じでアイシャドウは終了です。涙袋に線を引けます。影を作らないとちょっとのっぺりして見えるので、これはメイベリンウルトラカラーアイライナーナチュラルブラウンです。これ普通にアイライナーなんですけど、ぼかすといい感じの影になるので使ってます。これをちょっと微笑んだ時にぷくって出る線に沿って描きます。で描いたら指の先の方でぼかします。はい、こんな感じで、私使ってるのアイライナーなので結構色が濃く出ちゃうから力加減すごい難しいので、まだ慣れてないよって人は影用のアイライナーがちゃんとあるので、ね、そっち使ってみるといいかもしれない。描けたらアイライナーです。3種類使います。さっき涙袋にも使ってたこのメイベリンのナチュラルブラウンと、ヒロインメイクのスムースリキッドアイライナースーパーキー02番です。ブラウン系の色で
こっちはブラックです。これもヒロインメイクのスムースリキッドアイライナースーパーキープ01番です。これで軽く引いた後にちょっと足りないなってところをブラックで補います。横じゃなくてちょっと下の方に垂らして短めに引いてます。いつもアイライン本当に失敗しまくりで長い時30分やってるんですよ。だから下書きするんですけど、まだダメなんですよ。アイラインだけでね、目の印象とか目の形結構変わるので、結構服の系統によって変えてます。そしたらまつげを上げます。ビューラーは資生堂の使ってます。まつげは上げるとき、ね、昔まつげ挟んでこうクククククって上に上にこう上げてたんですけど、逆でなんかこうやってこうやって下の方をずらしていった方がめちゃくちゃ上がるんですよ。そしたら下まつげもいつも上げてるので上げますで切りました。そしたらマスカラを塗ります。マスカラも黒とブラウンとか、最近だとカラー系のピンクとかあると思うんですけど、眉毛とかアイシャドウの使った色と合わせた方が統一感出ると思います。あとアイライナーの色とか、今日は全体的にブラウンというかオレンジっぽい感じなので茶色も使います。イスミヒロインメイクボリュームアップマスカラスーパーなんとか02番です。まつげ系は本当にヒロインメイクにお任せした方がいいんです。マスカラ塗るときはこうじゃなくて縦にこうパーって塗ります。これやると束感出てちょっと垢抜け感がある。つけすぎたときはさっきも出てきたブラシで溶かして余分なものを取っといてください。そしたら下まつげもとても気になります。できました。アイメイクはこれで完成です。アイメイクっていうかもうメイク完成です。最後にリップだけ、今日は2色使いします。でもリップは本当にメイパーソナルカラー大事だなと思ってて、最後のこの工程間違えるとちょっと浮いて見えちゃうと思ってるので、メイは自称イエベアルなんですけど、メイクは今日ちょっとオレンジ系で深みのある赤とちょっとオレンジっぽいグロスを混ぜて使います。これはロム&の読めないです、ごめんなさい、あのマットのやつですね。夏はグロスの方が可愛いかもしれないね。夏のメイクってキラキラしてた方が可愛いなってメイは個人的に思うので、で結構この赤濃いので唇の内側にまず塗ります。そしたらグラデーションっぽくする感じで指でも外側に広げます。これでも可愛いんですけど、メイはちょっとテカってしてる方が好きなので、ボリカカラープランパーエクストラセラム02番です。これも内側に塗ります。でメイは唇 M 字な感じが好きなので、ここの余分なのをちょっと取ります。はい、できました。本当にあくまで自己流のメイクで、自分で自分の顔を研究した結果のメイクなんで、メイと顔のタイプが似てる子はすごいこのまま真似しても全然いいと思うんですけど、やっぱりパーソナルカラーとか顔のタイプとかやっぱり一人それぞれ違うので、まずそこから調べてメイクの研究さらに重ねてみるといいかなと思います。メイは人に聞いてました、ずっと。やっぱ人の意見聞くのってすごい大事なのかなって思うので、周りのお友達とかお母さんとかね、メイクの先輩だと思うので、メイは今日いつもしてるメイクだけど懐感のあるメイクにしました。参考になれば嬉しいです。今日はこんな感じで終わりたいと思います。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。